数々の名勝負が生まれた東劇07ファイナル。その中でも大会初日に開催されたバーチャファイター5決勝戦は壮絶な戦いとなった。決勝に駒を進めたのは当日予選から這い上がってきたバーチャ神チビタ率いるクラーケン、先方のベテラン柳賀の奮闘もあり、大将チビタの出番が訪れることなく決勝を迎えた。そしてもう一チームは北の聖地こと新潟の若手プレイヤーで構成されたポピー新潟。強豪ひしめくトーナメントを誠と優兄弟の活躍により勝ち進んでいた。まあ、目の前がもう優勝だったんで、結構気合は入ってたっていう気持ちもあり、まあ、いけんじゃねえのみたいな、このまま勢いもあるし、でチビタさんジンクスもあるし、まあ、あんまジンクスとか信じないんですけど、それうちらで破られねえろみたいな感じ。過去の闘劇で一勝もしていないチビタ、なぜか闘劇では勝てないという因縁を持っていた。この日絶好調のポピー新潟先鋒誠がクラーケンの先鋒柳賀、さらに中堅アカペを破り、一気に優勝へと王手をかけた。会心の雷流をやるっていう、おあとチビタさんだけかっていう感じだったんですけど、まあ、誠に勝ってほしい一面もあり、負けてほしいっていう感じじゃないですけど、自分の番が来たらそれはそれでまあ嬉しいかなっていう。そして満を持してクラーケン大将チビタが闘劇07初登場。いやこれやべえなと思ったんですけど、今まで4年間かな勝ってないから、ここで勝って3人抜きすればその4年間の分もなくなるかなみたいな。一本取られるものの先鋒誠を破り闘劇初勝利を収める。まあ、誠が負けて、まあ、初めネスと俺どっちが行くっていう、まあ、地方で出るよりは大将でチビタさんと対戦したいっていう気持ちもあり、でネスが俺先行くよっていう言葉もあって、じゃあネスに先行ってもらったんですけど、いまだ闘劇ゼロ勝だった男がこの絶体絶命の状況から執念の2勝を挙げる。全部が噛み合って自分のいいとこ全部見せちゃったみたいな感じで、内心超ブルってましたけどね。苦節4年ようやく勝利し、勢いに乗るバーチャ神チビタ、逆三立てで念願の優勝を狙う。対するは同じくリオン使いの新鋭ポピー新潟大将スグル。新潟勢初優勝への望みを一身に背負う。弟子じゃないけど、まあ、いろいろ教えてる部分もあるし、スタイルも結構攻め攻めな、ね、うん、感じのスタイルで似てるなみたいな。自分で作り上げたんじゃなくて、チビタさんがやってたことを俺も見て真似して、こうそこに自分のオリジナルをちょっと加えてっていう感じなんで、おのずと似てくると思うは思うんですよね。分かってるからやりやすいっていうのはありましたね。でも強いから何があるか分かんないじゃないですか。まあ、その大きい大会で、それも決勝の大将戦っていうので、これ以上ない舞台じゃないですか。ついにここまでみたいな、憧れの人とここで戦えるのはまあ嬉しいなっていう感じはありましたけどね。さあバーチャ神、相手はリオン。さあ新潟初優勝、対戦相手はリオン。ファイト1レディーゴー。ファってて調子に乗って攻めてたところをうまい感じに下がられて、自分のターンが唯一多分1ラウンド目で来たターンなんですけど、
そこで 3PP の技が当たって空中コンボ入れて、いざ自分の番だと思ってたら、相手の受け身を狙って攻撃を畳みかけるチビタ。しかしスグルは受け身を取らない。向こうの番になりそうだったんで、受け身を取ったらまだ続いてしまうんで、そこはあえて受け身を取らずに終わらせて、また自分のターンに持っていこうと思いました。かなり心折られました。まあ相手の流れも止めれたってことで良かったと思います。なんとかもう一度流れをつかみたかったチビタだったが、ことごとくスグルの打撃を食らってしまう。こう自分の出す技が本当当たってくれて、いい感じでこのまま行ってやろうっていう感じでしたけど。ファイト2レディーゴー。第2ラウンド開始直後、下がるチビタをスグルの前走転身脚が捉える。下がればもう相手の技から食らうことないんで。でも蹴り食らってないですか？いや、そうなんですよね。あっちがもうリーチの長い前回転打ってきて、もうそれ以外は食らわないんですよ。でもそれをやってきて一本取ってるんで、ちょっとこう強気な攻めを見せてやろうかなみたいな気持ちで負けたくなかったんですよね。まあね、安定コード取ったのに技食らっちゃった。でも大した打撃じゃないんで、その後も結構いい感じに動いてたんですけどね。スグルの技を食らうものの、チビタも避けから反撃に出る。しかし投げを抜けたスグルがチビタに連続技を叩き込む。こっちでいい感じに攻めてて、最後投げでバッて締めようと思ったらそこに抜けられちゃって、で距離離れるんですけど、その投げが。でも投げ離れたら基本的に前に先に行きたいんですよ。だから打撃バッて出したら、まあ俺の方が有利なんですけど、あえて暴れてくるのを読んでて、そこを避けて大ダメージを取ってやろうっていうのが成功して、後ろ後ろ系っていうリオの空中コンボ食らってからがまた地獄ですよね。連続技を決めたスグルは受け身を取ったチビタにさらに追い打ちをかける。一方チビタも前に出て反撃するが、スグルの攻撃が的確にヒットする。基本あまりは一段目と変わらず、まだおとなしくなんねえなって思いながら、もうずっと技出し続けてました、ね、やばいですよ。もう心境的にはもう一番最悪な心境で、ね、もうあどうしようどうしようっつって、もう2本取ってあと1本だっていうので、この1本でみたいな感じはありましたね。ファイト3レディーゴー。崖っぷちのチビタ、またしても開幕にスグルの一撃を食らってしまうが、ひるむことなく前に出る。両者一進一退の攻防が続く。勢いづけるためにも開幕沖縄技を打って行ったんですけど、まあ、相手の技にも発生の方が早く負けちゃったんですけどね。でもあそこで下がってるよりも前に出た方が気持ちがだんだん強くなっていくんで、下がったらもう逃げ腰っぽい試合になっちゃうんですけど。続いてダウンしたスグルの起き上がりにチビタの番中連冠手がヒット。スグルの攻撃をかわしながらダメージを奪い、チビタペースで試合が進んでいく。もう 1,2 ラウンド目はね、暴れまくってたんで、そろそろ変えないとな、酒使ってみたら思ういいように避けて、でも自分は暴れだなって思ってたんで、こっちもずっと打撃出してたんですけど、もうそのちょっと酒っていうのを分かるまでにちょっと時間かかりました。なおもチビタがうまく攻撃を避け、このラウンドを一気にものにする。いい試合、自分のいいところをね全部見せれたかなみたいな。逆に僕はもうこのまま行ってやれみたいな感じで、ここではまだそんなには焦ってないですね。次で決めたいって気持ちはありましたけど。ファイト4レディーゴー。
第4ラウンド、まず下がったチビタがスグルの重挑戦勝を避ける。続く攻防でスグルの打撃が得し、チビタが2度のダウンを奪われるスグルペースの幕開けとなった。相手の打撃を食らってダウンさせられちゃうと、その時に基本的には自分の原因を取るんですけど、そういう時は取んなかったんですよね。ちょっとビビって、普段取ってるのになんか全然取らなくなりまして、おちょっとビビってるからここだとは思いましたけど、その後に自分が起き上がれるように出したら、その起き上がれるよう相手の技でカウンターに潰されてしまい、また気持ち的に追い詰められちゃう。まあ流れ的にも悪くないかなっていう感じではあったんですけど、一方チビタもなんとか反撃して体力差を徐々に縮めていく。しかしダウンしたスグルの起き上がりからの攻撃を食らい、体力が残りわずかに。もうきつかったつなんだけはね。あと一撃当たれば勝利できるスグル、ここで重挑戦勝を放つ。あれもう焦りの代名詞っていうか、全然あんなところで普段出さないんですけど、もう本当勝ちたいっていう、ここでもう決めときたいっていう気持ちが出ちゃって、何を考えてるか分かんないですけど、あの技を出してました、ね、このミスを逃さずチビタが前に出て連続技を入れる。下段戦士っていう下段のバンクで技を打って、空中コンボ入れて、また3段入るんです。その後でも2段で止まって、その後リオもピクピク動いてるんですよ。その最後の一発が打ってるんだけど、手がもうぶっちゃって、出なくて。さらにチビタの中段蹴りがヒット。その直後スグルが勝負をかける。しかしチビタがこれを回避しフィニッシュを決める。決め技的には結構多用する技なんですよ。でここでやったら、そのいい具合に半回転を避けられまして、そこに角半を入れられたみたいな感じで、その技を読んだからそっちに避けたわけでもなく、常に自分はリングの内側にいたいんで上にエスケープしただけで、本当たまたまです。うん。でその技打ってきたから同じ技で返してやろうと、2本捉えて2本取り返してバンバンって言ってるから、多分気持ち的には僕の方が多分強かったと思いますよ。そうですね、向こうとしては、うん、あっちはもう冷や汗もんだったと思いますけどね。さっきまではもう決めてやるぞっていう感じだったんですけど、もう自分的にはフルセットになって、もうどうしていいのか全然分かんなくなりまして、もう頭の中真っ白と。そうですね、何をやればいいんだっていう。ファイト5レディーゴー。ファッラウンド開幕、スグルのしゃがみパンチに対しチビタが距離を取る。そしてすぐに攻撃を仕掛けていく。こうチビタさん安定的な行動を取ったにもかかわらず、いきなりもう前に出てきて、自分からすぐダッシュして前に行って、とりあえずもう行くしかない。普段こう人っていうのはやっぱりもう後がないっていうと一瞬引いてとかあるんですけど、もうぐん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 前に出てきて、どんな心臓してんだよとは一緒に思いました。チビタにペースを握られながらも、スグルもなんとか打撃を当て体力差を縮める。だがチビタの投げを抜けた後、連続で攻撃を避けられダメージを奪われていく。結構お互いに動いてたと思うけど、まあ、スグルの技が当たらず僕の技が当たるって、常に自分が下がってたっていうイメージがあるんで、けど行かなきゃっていうので技出してるんですけど、それもこうもう適当な技をばらまいてるような雑になってしまって、何も考えられない状態でした、ね。
ついに勝負の分かれ目が訪れる。スグルが放った重長戦勝をチビタがガード。直後にチビタの投げが決まる。一回その投げやって抜けられたら結構入るまでいっちゃう癖があるんですよ。変えられないんですよ他に。これ悪い癖というかいい癖というか、もう本当普段だったら本当投げ抜けしてる場所なんですけど、もうパニックってたんですかね。もう自分では抜けたつもりもあったような記憶はあるんですけど、もう多分反応的にもう遅れてて、最後投げっていうのがやっぱり一番気持ちいいフィニッシュの仕方だと思うんで、あとやっぱ盛り上がるし、いや相当嬉しかったですね。ゼロ勝が優勝に変わったっていう。なんでジンクス俺らの時に破るんだよみたいな感じで、しょうがないですねこの試合は。何度見てもいい試合ですねいつも盛り上げるだけ盛り上げて自分は気持ちよくないみたいな感じなんですけど、攻撃は違かったですね。会場も盛り上がってたし、周りからもいい試合だったよって言われるんで、まあ、負けたのはやっぱ悔しいですけど、まあこういう試合がまあ記録に残ったんで、まあ、それはそれで良かったかなとは思いますけど。でお互いに頑張ったし、うん、いい試合だったと思うし、まあ、スグルとだからこういう試合ができたのかななんて思うし、まあ投撃優勝っていうよりはもう1回戦でも2回戦でもいいんで、チビタさんを倒したいなっていう気持ちは大きいです。次の投撃も優勝するですね。しかも一応同じチームでまた出る予定なんで。あ、本当ですか。もう出ます。それ2連覇、2連覇ねついに念願の優勝をつかみ取ったチビタ。来年の投撃は果たしてどんな熱いドラマが生まれるのだろうか。ぜひなんか決勝大会出れるようにね、みんな修行して頑張ってほしいなと。で会場で会いたいですね、みんなに。また当日予選から出るんですよねバカなんじゃないですか